機械仕掛けの蛇気遣いは、著、加藤の公平、イラスト、小形剛のライトノベル。2004年4月に、電撃文庫より、初版発売。全一巻。元になったのは、加藤の公平が、作家デビュー前に書いた、作品、スーパーマジック・ハイパーマシンで、第一回ソノラマ文庫大賞の最終選考まで、残ったものの結局出版されず、デビュー後に、 電撃文庫から出版された。時は第七文明時代。永遠技術の乱用により滅びた第六文明の反省から小規模永遠による文明が世界を支配していた。その世界の中心にある大帝国を治めるのは若き王、ローティフェルド。彼が第六文明の闘争と破壊の化身ルルドバイパーに深い興味を持った時、世界を揺るがす。 何かが動き始めた本作は本作の出版以前に電撃 HP に掲載された加藤野の別作品である虚無を心に蛇と唱えよと深い関わりを持っている。両作品は基本的な設定や人間関係等は近しいが細かい相違点により個々の心情の流れや結末が異なっている。なお、作中世界観においては虚無が現実で 機械仕掛けの世界がシミュレーターによって再現された可能性世界という設定となっている。例えば本作におけるルルドバイパーは虚無においては立場や能力はルルドと同設定のエウレだという名を持つ女性となっている。ありがとうございます。